シード劇場版公開特集第3弾、映画行く前にシード系の期待を改めておさらい。デストロイガンダム編。 GFASX-1 デストロイガンダムは地球連邦に属するユーラシア連邦の軍事企業アルカーフメカノインダストリー社が開発した大型可変モビルアーマーである。アルカーフメカノインダストリー社とは大型可変モビルアーマーの開発に秀でた軍事企業で、同社が開発した機体には YMAFX-6BD ザムザザーや YMAGX-7F ゲルズゲーなどがあり、ここで培われたモビルアーマー技術がデストロイガンダムに投入されている。型式番号の GFAS とはグレソリアルフォートレスアーマメントストラテジック、戦略装甲兵装要塞という本機のカテゴリーに由来しており、起動時にメインコンソールに表示される OS にはGigantic Unilateral Numerous Dominating Ammunition 巨大制圧核集約要塞が記され、頭文字を取ってガンダムの名が採用されている。第一次連合プラント大戦末期には、地球連合軍のモビルスーツ開発技術はプラントをしのぐ優位性を示していたのだが、ザフトのニューミレニアムシリーズやセカンドステージシリーズの誕生によってその形勢は逆転してしまう。そこで機体サイズの肥大化を問わない超高性能機の開発が行われることになる。開発自体はアルカーフメカノインダストリー社ではあるが、その裏には軍事秘密結社ロゴスの依頼と資金提供があり、短期でも都市を壊滅できる大火力、強固な装甲と陽電子リフレクターによる鉄壁の防御力、機体サイズに匹敵する大容量のパワーバックパックなど全部乗せに等しい仕様になっている。その機体全高は従来のモビルスーツ群の3倍に匹敵し、機体重量に関しては4倍近くに増大するなど、圧倒的な戦闘能力を有する戦略兵器として設計されている。劇場版シードフリーダムの PV にもたびたび登場しており、105ダガーやウィンダムと思われる機体と随伴しているなど、その存在感を残している。しかし福田光雄監督はガンダムエースに掲載された劇場版シードのインタビュー記事で、サイコガンダムのような巨大メカが好きではないと述べていた。シードデスティニーにもデストロイが登場しているが、巨大メカは基本的にでかいだけで、ビームサーベルの一撃で落とせてしまうくらいもろかったりするところがあると話しており、その言葉通りデスティニー終盤では量産化されたデストロイがディスティニーに紙くずのように切り裂かれていく描写が描かれたのは鮮明に思い出される。なお続けて監督は、劇場版ではしっかりとストライクに対してイージスがいたように互角にぶつかり合える強敵たり得る敵を用意していると述べていました。今回はこのデストロイガンダムの解説をしていきます。 GFASX-1 デストロイガンダム。本編31話明けない夜で初登場となったデストロイは、ファントムペインのエクステンデッドスプラルーシェをパイロットに迎え、反連合艦長が根強く残るザフト駐留下のユーラシア西部へと出撃。圧倒的な戦闘能力によって進路上に存在する3つの都市を殲滅すると、そのままベルリンへと進行。この時の民間人の死者数は万単位と言われ、その異質な性能からジェノサイドマシンとも評されることになる。可変機構も併せ持つデストロイは、要塞形態と呼ばれるモビルアーマー形態とモビルスーツ形態を使い分けることによって、その大火力を遺憾なく発揮できる仕様になっている。要塞形態では大型パワーバックパックが機体上部を覆い、腰部が180度回転、強力な火器の反動を吸収するため脚部は逆関節になるという形態を取り、この形態では4機のホバースラスターによって巨大な体躯を浮遊させ、運動性能はないに等しいものの単独での大気圏内飛行が可能となる。コクピットは腹部中央に位置し、内部は多彩な武装群を円滑に運用するために空間認識能力に優れたエクステンデッド専用に設計されている。つまりデストロイは事実上のエクステンデッド専用機であり、その中でも適性を持つ者がデストロイの運用を行う必要がある。また彼らはパイロットではなく機体の一部に分類され、消耗品扱いであることから生体 CPU と呼称される。デストロイガンダムの武装、大出力ビーム砲を主体とするデストロイは、形態によっては武器の使用に制限がかかるものの、対大型目標戦から対多数戦闘まで対応可能な多彩な武装群を搭載している。頭部には 75mm 自動近接防御システムイーゲルシュテルンを4機、後部から放射される 200mm エネルギー砲ゾーンマーク2を搭載し、5の大型パワーバックパックには MK62 6連装多目的ミサイルランチャー、全周囲攻撃が可能な
熱プラズマ複合砲ネフェルテム503、本機最大の攻撃力を誇る高エネルギー砲アウスプラールドライトーンが搭載されている。さらに両腕部にはガンバレル系技術を応用した地球連合軍独自のドラグーンシステムを採用した無線誘導攻撃端末両腕部飛行型ビーム砲シュトゥルムファウストと5連装スプリットビームガン、胸部にはモビルスーツ形態時でのみ使用可能な1580ミリ複列位相エネルギー砲スーパースキュアを搭載し、さらには絶対的な防御力を誇る陽電子リフレクタービームシールドシュナイドシュッツ SX1021 を搭載している。シュトゥルムファウストに関しては5連装スプリットビームガンによるオールレンジ攻撃に加えて撃ち落とそうとするものなら腕部に内蔵されたビームシールドで防御されてしまう上、大型の推進装置が内蔵されているため大気圏内でも使用可能というチート武装となっている。これらの機体構造や武装群は後期 GATX シリーズのカラミティやレーダーフォビデンの影響を強く受けており、装甲に関してもトランスフェーズ装甲を採用していると言われている。資料によってはバリアブルフェーズシフト装甲とする資料もあり、 G ジェネレーションクロスレイズではバリアブルフェーズシフト装甲が採用されている。陽電子リフレクタービームシールドはザムザザーやゲルズゲーに搭載されていたものと同型でビームと実体弾両方に対して有効であり、陽電子砲ですらも完全に遮断してしまう絶対的な防御力を誇っている。デストロイガンダムの活躍と量産化。前述の通りステラを生体 CPU として迎えたデストロイは圧倒的な戦闘能力によって進路上に存在する3つの都市を壊滅させると、そのままベルリンへと進行し駐留していたザフト軍をもやすやすと殲滅。この惨状の一報を受け駆けつけたアークエンジェル、フリーダム、ミネルバとデストロイが交戦状態に突入。スティングのカオスとネオロアノークのウィンダムがデストロイの援護のため随伴していたこともあり、キラのフリーダムでも攻め手に欠く戦闘能力を発揮する。ところがバイロットがステラだと気づいた真の決死の説得によりデストロイは停止。戦いは終わったかに思われたが、フリーダムの姿を見たステラは錯乱し、デストロイは再び暴走してしまう。最後はフリーダムに臨界寸前の胸部をビームサーベルで貫かれ、行き場を失ったエネルギーがコクピット付近にまで誘爆を起こしながら沈黙。後にデストロイは量産化され、ヘブンズベース攻防戦では再調整されたスティングをはじめとするエクステンデッドを生体 CPU に5機が実戦に投入。第二次連合プラント対戦末期となるレクイエム攻防戦でも3機のデストロイが投入されている。登場初期こそ圧倒的な火力と防御力によりジェノサイドマシンとも評されたデストロイであったが、以降は至近距離からの攻撃に弱いという欠点を露呈してしまい、地球連合軍やロゴスが期待していたような戦果を発揮できずに次々に撃墜されてしまう。これは相対した敵機が高機動かつ強力な近接格闘戦兵装アロンライトビームソードを装備したディスティニーやビームスパイク内蔵型のドラグーンシステムを搭載したレジェンドといったハイエンドモビルスーツを続けざまに相手にしたことも敗因の一つだったのかもしれない。もっと言えば福田監督自身が巨大メカが好きではないということも関係しているのかもしれません。またベルリンでのデストロイ撃破の影響は地球連合軍だけでなくアークエンジェル陣営にも与えることになる。デストロイとの戦闘以前のアークエンジェルは大規模戦闘にはできる限り介入せず局地的な戦闘に介入するというスタンスをとっていました。しかしベルリンでの惨状に対してフリーダムとアークエンジェルはその絶対的な力を持って介入。デストロイを撃破するという戦闘能力はどこにも属さない第三勢力としては脅威であり、ザフト軍にさらなる危機感をもたらしたことでエンジェルダウン作戦を敢行させる理由を与えてしまいます。結果的にこの作戦でフリーダムは大破、アークエンジェルも大きなダメージを負い、歯止めを失った地球連合軍とザフト軍の対立は急速に激化していくことになりました。このことからもデストロイの登場は劇中において大きな分岐点となる存在であったといえます。次回のシード劇場版公開特集第4弾はシードシリーズのラスボス的存在となったラウル・クルーゼとレイザバレルの紹介を配信します。以上デストロイガンダムの解説を終わります。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。
Thank you.